金利がマイナスのままじゃだめだろっていうことで、それをちゃんと、えー、金利つけていこうというような状態に戻していくと、今それやっちゃだめなんですよ、景気が回復してないんだから、社会が持ち直してない状況の中で、金利だけ上げていく、上がっていくような状態を作っちゃったら、何が起こるかって言ったら、中小、零細、自転車操業してるとこどうなるんですか、借り入れできますか、今、金利上げる意味なんてないってことですよ、やっちゃだめ、でもやっちゃったんですよね、バカなんじゃないのって。 住宅ローンもこれ上がっちゃいますよ。ゼロゼロ融資でお金借りてる人たち、どうやってやればいいんだと、もう無理だと、利息も払わなきゃいけないし、元本の返済もあるしっていう人たちに借り換えっていうことが、えー、救済策とやられるっていうことなんだけれども、これ金利が上がっていく方向だったら、借金余計に背負うことになるじゃないですか。やっちゃダメなんですよ、そんなことやっちゃ。何考えてんだってことですよ。 異次元の金融緩和、マイナス金利制度の転換を、えー、と私たちはどう見ればいいのかということです。えー、と国債の利率が上がると、日銀会議の分はあの国の財産、私たちのもので、それは分かるんですけども、民間に流れてる分、お金持ちが買っている部分は、そちらの一つの得になるんじゃないかなと思うんです、以上です。ありががとうございいいまますすアベノミクスのの弊害みみたたたななも出ててきんだ話されてますね その意味合いというものを理解してないのが、えー、と野党の中に結構いるんですよ、立憲民主党とかまさにその筆頭です、アベノミクス許さまじいっていう話が聞こえるんだけれど、それ、安倍さんの名前がついてるから嫌がってる、嫌なふうに聞こえるって人も多いと思うんです、でアベノミクスって何なのって言ったら、別に安倍さんが勝手に名前つけただけで、景気が悪い時に当たり前のように行われる政策、それ以上でも以下でもないんです。 社会にお金が回っていません。そういう状況を何て呼びますか不況って呼ぶんです。経済不況です。お金が回ってないんです。お金が回ってない時に増税しますってことになったらどうなりますかただでさえ回ってないお金を税金でまびいていくんです。回ってないお金をまびいたらどうなりますかさらに社会にお金が回りなく、回らなくなります。つまりは不況が深まるってこと。 絶対にやっちゃダメなことなんです。日本は97年に消費税5%に増税、翌年から本格的不況、それ以降も消費税、これ5%分上げちゃってるんですよ。つまり何かっ言ったら、不況の時にお金をまびけばさらに不況になるっていう経済の当たり前を無視して、 そこから何十年間にもわたって増税を続けたり社会保険料の負担を増やし続けたりお金を間引き続けることをやったんですしたら景気良くなるはずないんですよそんなことやるバカな国一つもないんだから日本だけなんだからじゃあアベノミクスって何なんですかっつったら三本の矢って言われてるものです一本目は何ですか異次元の金融緩和お金の量を増やしましょう二つ目機動的財政出動これは足りないところにお金を出していこう そういう話で3つ目は何かどうでもいいこ話景気が悪い時に、えー、やるべきことではない規制改革とかそういう話ですで一番重要なのは第一の矢と第二の矢特に第二の矢が必要だってことなんですお金の量を増やしてどうするんですかお金の量を増やせばお金を貸し出しやすくなりますよねってことなんだけどお金が借りたいなって思う人って何を考えてお金を借りますか商売してる人だったら 設備投資とか、工場で新たな機械を入れようとか、今一店舗やってる店舗をもう一歩増やそうとか、自分の小機械を拡大していくために投資をしようという考えになっていくわけですよね。でも待って。25年、30年も不景気の国で、物が売れない国で、安くなきゃ売れないような国で、そこでわざわざ投資していくような事業者って限られますよねって。資金需要も旺盛。 借りたいお金を借りたい投資したいっていうそういうような空気も高まってない中でお金の量だけ増やしたって社会にお金が流れていかないんですよ世の中にお金が回っていない状態を不況と呼びますそれを防ぐためには経済政策で社会にお金を流していかなきゃダメなんですでお金の量を増やしたけれども社会ではお金を借りたいっていうような状態になってないわけだからお金が流れようがないよねっていうことなんです で、必要なことは何ですかって言ったら、第二の矢、機動的財政出動。お金が足りていないところにお金を置いていこう。そういうことなんですね。減税もいいでしょう。みんなの使えるお金増やして。様々なものに対してみんなの負担を下げていくような、機動的財政出動。お金を出すってことを大胆にやらなきゃ、消費が喚起されない。それによって投資が加わらないっていう状態になるんです。当たり前のこと。 安倍さんが特別じゃないんです。当たり前の不況の時にやられる政策なんですけど、残念ながら安倍さんは、第一の矢は放ったんだけど、第二の矢がしょぼすぎたんです。全然飛ばさなかったんですよ。一部の人たちにしかお金が流れなかった。だから景気なんて大幅に良くはならなかったってこと。それが失敗の原因ですね。だからそのことをもって、アベノミクスの えそういったことが今の日本の状態を悪くしてるんだっていうのを状況をちゃんと見れてない人たちが言ってるんだなっていうような解釈です一方で先ほど言いました日銀の話、えー、マイナス金利の部分ですよねでこれ解除していこうってことなんですけど金利がマイナスのままじゃだめだろうっていうことでそれをちゃんと金利つけていこうというような状態に戻していくとでも待ってって今それやっちゃだめなんですよ景気が回復してないんだから景気が回復してなくて 社会が持ち直してない状況の中で、金利だけ上げていく、上がっていくような状態を作っちゃったら何が起こるかって言ったら、中小零細自転車操業してるとこどうなるんですか借り入れできますかこれは東京商工リサーチっていうところの調べで、もうこの表題だけで全部言われて、あの、表すものです。金利0.5%上昇で企業の2割が借り入れ断念っていう状態にあるって。つまり今やっちゃダメなんですよって。 今、金利上げる意味なんてないってことですよ。やっちゃダメ。でもやっちゃったんですよね。バカなんじゃないのって。ちゃんと世の中の景気が良くなった上で、これ以上景気が良くなってしまった場合には、インフレがさらに、物価高がさらに進んじゃうから、それを止めるために、お金の流入を制限させるという意味。 社会にお金が流入するというものに規制を設ける意味で、金利を上げるというやり方はあるんですけど、今、そんな状況にないよ、やっちゃだめなんですよ、ここで、住宅ローンもこれ、上がっちゃいますよ、ゼロゼロ融資でお金借りてる人たち。 どうやってやればいいんだと、もう無理だと、利息も払わなきゃいけないし、元本の返済もあるしっていう人たちに借り換えっていうことが、えー、救済策とやられるっていうことなんだけれども、これ金利が上がっていく方向だったら、借金余計に背負うことになるじゃないですか。やっちゃダメなんですよ、そんなことやっちゃ。何考えてんだってことですよ。円安みたいな話があるじゃないですか。関連するような話ではありますけれども。円安に関してどう考えますかってことなんですけど、これは、 円安、円高っていうのには、両方ともにプラスもマイナスもあるってことをやっぱり認識しなきゃダメなんですね。例えばですけど、皆さんは消費者、物を買う立場である。それと同時に、生産者、労働者であるという側面も持ってるわけですよ。働く一人でしょ物を作る一人でしょ売る一人でしょそれで所得を得るでしょそういう側面もあるけれども、 もう一つの側面として物を買ったりとかする消費者という両方の顔を持ってるっていう風に考えなきゃだめなんですね例えば円高メリットは何ですか消費者は輸入品が安く買えるんです物価が下がりやすくなるんですだったら助かるなと思うでしょでも考えてみて輸入品が安くなるってことは海外の安い製品が大量に国内に入っていったら国内でそれを生産してる人たちは淘汰されますよ潰れていくしかないんですよ 戦えなくなるってこと。これまでの日本の中では、この円高っていうものが、景気が悪い時は結構占めてるんですよ。バンバン淘汰されるぜって話。消費者にとってはメリットですよね、でも。輸入品が安く買えてって。お金、そんなたくさん持ってるわけじゃないからって。円高。メリットは何ですか消費者は輸入品が安く買え、物価が下がりやすくなる。一方でデメリットは何でしょうか生産者、労働者は価格競争力が弱まる。さっき言ったことです。 海外からの安い製品に駆逐される可能性がある産業の空洞化が起こる経済成長しにくくなり雇用や賃金が悪化するけ日本が景気悪かった時って円高がベースですよこれこういうことが起こってたデメリットが起こってたっていう時はですねでは円安はどうなんでしょうかメリット生産者労働者は外国製品との価格競争で有利になる逆になるわけですね産業の国内回帰が起こりやすくなる 経済成長しやすすくなって雇用賃金が改善するデメリットもあります円安消費者にとっては輸入品が高くなる物価上昇が起こりやすくなるこういうことなんですじゃあ円安の今は何をしなきゃいけないですかってことですけどこれは消費者にとって厳しいのが輸入品が高くなるつまりはエネルギー食品この国で自給できていない多くを自給できないという部分が弱くなるから高くなっちゃいますよね ここに対して国がちゃんと補助を出さなきゃだめなんですよ、この円安をみんなに乗り切れるような補助を出していかなきゃいけない、じゃないと自分でやれっていうことになるでしょ、無理でしょ、賃金上がってないんだから、だからこそ、減税が必要になるってことです、だからこそ給付が必要になるってことです、だからこそ、社会保険料の減免が必要になるってことなんです。円安にによるデメリットを国がちゃんんと皆さんに 埋めててあげるっていう作業が必要になるってことそういうい話なんで、すねで円安っていう部分を、これをなんとかしたいっていうんだったら、もっと本質を見なきゃいけないってこと、何か、アメリカとの金利の差を縮めるってことをやっていかなきゃいけないんですよ。日米の景気の差が為替に反映されるっていう部分が大きいってこと。 アメリカの景気回復を受けて日米の長期金利の差が開くにつれて円安傾向が加速したという話です。2021年から22年見ていただくと赤と青の線見てみてください。アメリカの長期金利が赤なんです。一方で青い線は日本の長期金利なんです。日本はずっと景気が悪いから金利もずっと低いんですよね。これずっと。こういう状態です。はい。で、 この差がありますよね。赤と青の間に、この差があるじゃないですか。アメリカの景気回復が本格化していくごとに、これはどんどん金利差が開いていく。市場で決まる日米の長期金利差が拡大していったってことなんですよ。何が言いたいかアメリカと日本、両方見てみたときに、ドルと円、見てみたときに、これどっちが価値ありますかって言ったら、アメリカ側の方が価値あるんやなってことでそっちに流れるってことですよ。それ以上でも以下でもないってこと。じゃあ、この金利差を縮めていくためにはどうしたらいいかって言ったら、 日本の金利だけを上げるっていうことをやっちゃったら、さっき言ったようなマイナス金利であったりとか、逆に言ったら、景気がちゃんと回復してないのに、金利だけ上げちゃったら、日本国内の中小企業、零細企業、倒れていくよってこと、やっちゃだめ、そこじゃないんですよ、日本の景気自体をちゃんと底上げをする、日本を好景気にしていくということで、この差を埋めていくっていうような、根本的治療を、これ、経済的政策でやらなきゃいけないってことなんです。 そこなんですよ。小手先だけ、目先だけ。そこで語られるのがテレビ、新聞、政治家。そういうことです。実際に必要なことは何か。30年の不況にコロナで物価高。まずは消費を喚起する。お金を社会に回す。物が売れるということで国内に投資が戻ってくる。 そういうことを連動させていくことが必要だってことですね、だから大胆な経済政策やっ,ちゃやっていかなきゃだめだよっていう話でした、ありがとうございます。私ご主人個人事業主をやってまして、インボイスをやって、同じ個人事業主で、やめてくるやつも、やめ,やめてくる白井もいて、本当に悔しいです。あのね、皆さん、ひどいと思いませんいや、お金はあるってことを言ってるじゃないですか、この国に金がないわけじゃない、金はあふれてるんですよ。 税金を取るんだ。お金をまびかなきゃならないんだ。っていうんだったら、当然これ持ってるところからっていうか、むっちゃ儲かってるところとか、むっちゃお金持ちのとこから、まず取らなきゃダメなんですよ。それが税金の基本なんです。当たり前ですよね。ないところから取るな。あるところから取れが当たり前なんですよ。どうしてかってったらないところから絞り続けて倒れるからだよって。当たり前のこと。 でもこの国では逆のことが行われ続けてきたってことですよ10年連続ですよ毎年過去最高益を上げ続けている大企業この国は世界で富裕層が最も多い国のナンバー2なんですよどうしても増税が必要だって言うんだったら順番はそっちが先でしょどうして今出てきたインボイスインボイスっていうのは何かっ言ったら小規模事業者に対する これは消費税増税なんです。もともとハンデがつけられてたんです。大企業と小規模事業者。これ、あまりにも力の差がありすぎますよね。増とありですよ。ここに対して同じ税制を入れちゃったとしたら、こあれは壊れちゃう。事務的手続きが多すぎて。で、売り上げを削っていくことになっちゃって。 潰れちゃうから小規模事業者とかに対しては消費税免税っていうようなこともできたわけです。出して。はい、ありがとうございます。でね、これ昔は3000万円以下だったんですよ。最近までは売上1000万円以下は消費税免税。免税店制度ってものがあったんです。それを認めてきたんです。もともとは3000万からスタートしてたのに、ケチってまた1000万まで下げたんですよね、これ。 だけどこれをやめるってことになっちゃったってことってことはもう事実上これ小規模事業者に対してみんな増税だっていうことと同じなんですねじゃあいくら取れんの2500億2500億円もかって思った人違うんですよ国家のレベルで考えたら2500億ってそこまででかい金じゃないんですよでかい金だけど国家としてはでかい金じゃないどうしても必要っていう金額じゃないはずですよじゃあどうしても必要だってことでそれをやるんだったら 金持ちからまず最初だろって、大企業、儲かりすぎてるとこからまず取るべきだろっていうのが当たり前の筋なんだけど、それやらないんです、やらないには理由があるんですよ、小規模事業者潰したいんです、そもそも菅政権の時にもずいぶん前に進むっていうか、いろんなことが話し合われたのが、中小零細企業を潰していこうっていう、トータ路線なんですよ、それの一環なんですね、おそらく。小規模事業者潰そううっていうのも 潰してどうするんですか小規模じゅ事業者をってことなんですけど、別にいいやんかって。地方のそれぞれの特色のある小さな店がどうして潰れるとか関係ないやん。チェーン店で食べろやみたいな感覚なんですよね、おそらく。で、逆に言ったら、そっから儲けられる金それはもう外で稼いでこいやって。でも、それまで自分で仕事をしてきて稼いだお金。その仕事を辞めた上で、社会に出て稼ぐっつったって。 前よりも稼げないですよ、おそらくね。つまり何が言いたいかって言ったら、より安い労働者を社会に提供するために、そういうとこを潰していきながら、労働者として外に出してっていくつもりがあるんだろうなっていうふうに思うんです。そういう狙い。だって2500億を必要なために小規模事業者潰すってバカじゃないですか。そんな必要はないから。取ろうと思えば取れるところはいくらでもあるわけだから。そこから取らずに小規模事業者から取るっていう理由は何かって言ったら、 その仕事諦めさせて安い労働者として労働市場に流し込むってことが一番の目的なんだろうっていうのが本当に腹立つんですよどういう仕事の人たちがいるかって言ったらこういう仕事の人たちがいるんだよってことですよね請負いでやってる人フリーランスの人個人タクシー演劇映画出版イラストレーター音楽英語教室生命保険の代理店農家建設ひとり親方さまざまに必要な仕事ですよ でこの国の文化作ってる人たちですよ、はっきり言ったらね、多くいらっしゃる。逆に言ったら、文化なんて興味ないんですよ。そういうやつらぶっ倒すしかないんですよね。そういうやつらぶっ倒していくしかないんですよ。でね、そうは言ったって、私が苦しいのは今なんだから、今なんとかしてくれっていうのは無理です。これまで数十年の間に積み重なれてきた、私のような無関心の人間たちが作った、この絶望に近い社会を、 この社会の中で作られたそういう制度を止める手段というのが今、政治の中ではすぐにはないってことでもインボイスという部分に関してはこれは幅広く他党においても廃止しなきゃいけないという声はあるわけだからある意味で選挙で数が変わっていくということにおいてこれは迫っていける部分だろうというふうに思っていますインボイスはやめなきゃいけない絶対に何よりも消費税自体もやめなきゃいけないそんな感じですありがとうございます だから諦めずにやっていきましょうよ、ね、諦めずにこれはひっくり返すしかないってことです、すべてのことにつあの通じることですけど、ありがとうございます。